さあ、行きましょう。次はレプラタ川だね。川か、水浴びでもできるかな。大河のようですね。きっと雄大なんでしょうね。早く見てみたいですね。楽勝楽勝。あんな奴らなら何匹かかってきてもへっちゃらだよね。ありがとう。次も頑張るよ。ハンナさん、これからも頑張ってください。え、私の気分ですか？少し疲れました。レプラタ川に着いたよ。干からびちゃうよ。やった！僕、向こうで着替えてくるね。してないでさ、おいでよ。生き返るよ。鎧を着たままだと沈みますよ。あっちゃーやっちゃった。豪快じゃん。さあ、行きましょう。次は砂漠の村テイクバードだね。暑くてかなわないや。早く行こうよ。早
早く行って休息できればいいですね。急ぎましょう。ありがとうございます。嬉しいです。うん、ソフィアはよく頑張ったよね。ねえねえ、ずいぶん昼間に比べると涼しいね。夜の砂漠なんてなんだかロマンチックですね。なんだか不思議な雰囲気がありますよね。砂漠の村テイクバードに着いたよ。
Thank you.
待っていたぞ諸君。だからその名前で呼ぶのはやめてくれ。冷たき炎熱というコードネームにしろ。覚えが悪いな。なるほど、さすがだな。あの指示もわからなくもない。作戦参謀総長の流水から、殺すのは惜しいのでお前を O2 にオルグしろという指示が出ている。いや、実際には最高指導者の見えざる閃光からの直接の指示らしい。そうだ、いつも冷静沈着な流水も驚いていた。お前の能力は俺も認める。どうだ、腐敗しきったオルカディア軍を抜けて O2 に参加しないか。お前の剣道で正義の道に、解放の道に生かさないのは人類にとっての大きな損失だ。ぜひ来てくれ。そうか、残念だが戦うしかないようだな。行くぞ。やはり俺ではかなわんか。後を頼むぞ暗黒よ。Thank you.
兄ちゃん、早く帰ってきて。会いたいよ。もう何年もお兄ちゃんに会っていない気がする。私寂しい。お兄ちゃん、私にいつも言ってたじゃない、俺たちは二人っきりの兄弟だって。離れ離れはもう嫌だよ。お兄ちゃんの顔が見たい。もうお兄ちゃんのぬくもりを忘れちゃいそうなの。早く帰ってきて、メリンダを抱きしめて。会いたいよ、会いたいよ、会いたいよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんの愛しい愛しい妹より。Thank you.
もしよかったら、私と一緒にどこか遊びに行きませんか？よかった。私、明日楽しみにしています。それじゃあ、おやすみなさい。おはようございます。さあ、行きましょうか。